サンデー漫画クラブのアフタートークでーす。たっと今ですね、この作品ですね、梅沢俊さんの、ユートピアズポリティカル、コレクトネス版についてのついておしゃべりする会、が終わったところですね。そのアフタートークということになります。はい、どうですか。タンピシュこんなにあるのあるんですね。ああね、あ、これで全部かどうか知らないけど、とりあえず俺が読んでのこの2つと、あとダーウィン事変がこれとは別に長編としてあるんですけど、他にもありました。短編集じゃないんですけど、ピンキーが二度ベルを鳴らすとかもあります、ね。あ、そういう作品もあるんだ。なんか全部のテイスト違いすぎて、表紙の感じからね、同じ人とはちょっと思えない感じ。幅が広いってことですよね、つまりね。これさっきちらっと発見したんですけど、ユートピアズよりよりえぐみというか厳しさというかダークさが出てるなと思いました。なんかこうリア充への恩さ、オタクへの別紙みたいな。豪華不景な。こっちの方が古いんですかね、時間的には。これが2018だったかな。新しい。今拝見してます。じゃあこれこれこれ。あ、でもあのね、これこっちの方が短編自体は古いんだよね、確かね、もっとこれより前だと思う。あ、なるほどね。そうなんですね。2003年とかそれぐらいじゃなかったかな。こういう感じか、そしてのダーウィン事変。そうですね、はい。なんか繋がってはいるけど、その作家性みたいな、なんかそのダーウィン事変へと至るこうフレッシュさ、なんていう、ダーウィン事変のなんか普通になんて直球エンタメ感はすごく、はいはい、変わったなって感じが、いい意味でですよ。なるほど。でもさ、あのダーウィン事変のエンタメやるってものすごい、なんていうか、なんつったらいいんだろう、いろんな、なんかこう政治的なものに対する自分の意見をちゃんと持ってることとか、うん、それがすげえ必要じゃないとできねえんじゃないかと思って、なんかあのスマートな言語化みたいなのも、やっぱこことこことがこれまでで、ね、培ってたスキルが、まあ、爆発してんだなと思いましたね。なるほどね。なんかやっぱり うまいこと言うというか、その分かりやすく、あと舞台をもう思い切ってアメリカにしたっていうね、大きかったんじゃないかなと思います。ね、まあ、この後ほらメディア化みたいなのがあるのかどうかわかんないですけど、でも海外でそれが起きても全然不思議ない気もしますね。そうですよね。倫理観的なところってどうなのかちょっと俺わかんないですけど、っていうのはそのチンパンジーとヒューマンジーっていう言い方するんだっけ、と人間の間の子供みたいな感じで、知能が知能もあらゆる力が能力が人間より高いんだけどさ、なるほどなるほど。そういうのがだからキリスト教的な倫理みたいなのって、もうそんなの気にしないのかどうか知らないけど、ネットフリーのドラマとか良さそうですよね。あ、そうなんだ。配信で見たいかも。よくない？お金かけてね。絶対お金かかると思うので。絶対かかるでしょ。チャーリーの造形が、ね、ある程度こうキャラ化されているというか、可愛くないと入っていけないと思うんですよ。あのリアルすぎると気持ち悪いがそれなっちゃうので、そこにお金をがっつりかけてる。それそれそれ。なるほど、チャーリー君って言った。でアクションもねめっちゃかっこいい。あ、そうなんですね。社会派アクションですよ。いや本当そんな感じ、そんな感じ。そう、読んでみよう。そういう意味でも本当作家さんの源流をたどる、みたいなのが今一緒に出てきたのはすごくいいですよね。ね、それはそうですね。ヒット作と同時に常に何かマージナルな人たちを描いてきてるっていう感じで、その何かこうマージナルなところがこのヒューマン人に至ったみたいなところですよね。人間のマージナルなところからね、人間の外側みたいな。確かに。で法律で全く守られてないんですよ。だからチャーリーって、そう、そこもすごい面白いところ で、 すごいですよね。今物とか所有物みたいな形で扱われたりしてるんですね。はい、やっぱりそういう社会的なものとかテーマをはっきりさせているものに対して、一朝一夕でアタックしてるんじゃない、そのエンタメ化してより多くの人に見てもらうときに楽しいっていう部分だけじゃなくて、底力を積み重ねてきての揺るぎなさみたいなのがあるんだわと、感じますね。そうね、だからそれをだからさ届けたいみたいな、なんかある種の正義感なのか、それとも社会に対する怒りが原動力になってるのかが分かんないとこがすごいいいよ。なんか後書き読んでも分かんないですよね。あの各話のなんかあるような気もするし、そう、ね、ないような気もするみたいな、なんかいやそうね、なんかちょっと肩すかしを食らってる感じもすごいするじゃない。そのバランス感覚もすごくいいなと思います。こんな感じでね、あの後書きみたいなのが書かれている。好きな後書きが次の話のやつなんですけど、結構真面目な話してた最後の結びが、なんかこのタトゥーは今でもどうかと思うみたいな、ね、デザインなんとかならんかったんか俺みたいなこと書いたので恐ろいな、笑っちゃいました、ね、だって確かになみたいな、難しい
流行りがあるからやっぱタトゥーもねいやでもラブはねえだろうみたいな、まあ、確かにダサかったしかもなんか多分定型とかをすごい嫌う人だから、うん、あなるほどね、そこもちゃんと考えてなかったっていうのもあるんじゃないかなって気がします。まあね、まあね、うん、分かりやすさを優先しちゃったかなちょっとなでもすごくバランス感覚いい人なんだなと、言い方なんだなと思いますね。なんか後書き見てもなんかお見事って思いますね。ね、そうだね、うん、で漫画を作るだけじゃなくてね、そういう社会のいろんなことについて考えるとなると漫画家も本当大変だなってなっちゃうけどね。あ、そうですね。あのそういう目線を持った方がやっぱり書かれてるっていうのはいいなと思います、うん、本当にね、うん、いいですよね。それがねちゃんと売れてるのもいいよね。そうですね、そうだよね、その疲れ持っていかれたことがすごい、 そ、ね、そこに、うんうん、まあ、だからこれ自体がね、あのすごい過去に売れたのか、そして今売れてるのか知りませんけど、でもあのそのダーウィン事変のヒットがあって、うん、こういうのがもう一回出直してね、で注目浴びるとかって、それはすごいいいですよね、うん、まあ、ちょっと希望だよな、うん、とりあえず僕は海外漫画っていう超ニッチなところでね仕事してるんで、うん、せやなそうですね、エンターテイメントみたいな大ヒットだけで世の中がね成り立ってるわけじゃないっていうのはどのジャンルでもそうだと思うので、まあね、そう、ダーウィン事変が売れてくれてるおかげでニッチな本出せんだよ。そうね、そうでダーウィン事変の盛り上がりもさ、その一巻出た時点でももちろん注目はされたと思うけど、ものすごく売れてたわけじゃないような印象が僕はあったけどな。でもその後年をなんかこう巻を重ねていって、やっぱなんかこうシリーズものってそういうところありますよね、一巻でいきなりなんかこう注目されるわけでもないかとか。私初めての出会いってバナー広告だったんですよ。あ、そうなんだ。その死にそうなヒューマンジーのお母さんが何か言っている、うん、その一言とはそんなみたいな、そんな広告に使われた、あの軽薄な感じの面白いとこだけをキュッてした、そのなんか母の言い伝えたかったメッセージとはみたいな、そんなんじゃねえよ、重要なことを言ってましたからね。そうとか、なんだっけ、そのビーガンの話とか、そうそう、ビーガンなんだよね。まんまとそれでちょっと読んじゃった、読んだんだ効果あった、聞いた、それで結構どうだろうな、意外とそういうバナーとかで跳ねるみたいなことあるから、うん、そういうのもあるんじゃないかな、そかそか、しやっぱそういうの切り取りがいのあるところがある、要所要所にね、そうそうそう、うん、バナーで跳ねる漫画ってありますもんね。なんかカンカン橋とか、とかあの愚者の川とか、愚者の川とかね。はい、以前ね取り上げたんですけど、愚者の川。そうですね。腕の見せ所ですね、そういうね、そういうね、これ都市伝説、バナー職人だ、都市伝説ぐらいで聞いてほしいんですけど、はい、あのバナー作る人やっぱ嫌なシーンばっか聞いとるから、うん、やむっていうのが聞いたことある、あのバナー作る人やむ説は聞きました。え、それ編集でやるの？編集じゃないんだよね。いやもうあれはもう要は例えば ebook japan とか電子ストアさんが作るから、そうなんだ、編集は監修するだけ、あ、なるほどね、これで行きたいんだけどいいっすかっていう、もう 2,3 日とかなんですよ、もう監修日がはっきり言って、あ、スピード感あるね、ってかもう明日返事くださいみたいな、え、今日夕方だがみたいなのが全然あるから、ありそうありそう、もうなんか場合によってはもうしかも数も多いから、うん、著書には見せずに編集だけで返すとかもある、あ、ね、で全然話ちげえけどなと思いながら、ね、でもバナー上は成立してるからいいかみたいな、あ、よりなんていうか興味を引きそうなどぎつめの感じのポンって出すっていう感じなんですね。そかそか、でも面白いよね。だから例えばさ、編集の権限としてやっぱこういう帯みたいなのあったりするけど、うん、はい、これとはまた違った形でなんかこう物を売ってくれるわけじゃん、うん、でね、そしたら違う人に届く可能性はあるから、うんうんうん、切り口変えると ね、その分違う人に面白いですね、うん、っていう現象がもうあったんじゃないかなって気がしますね、ダーウィン事変に関しては。なるほどね、うん、そこからその本編をわあ面白いって言えるかどうかは本当に作品の力とかありますもんね。そして間違いなく面白いと思う、うんうん、なるほどな、はい、ということでね、今回はこの、梅沢俊さん、ユートピアズポリティカルコレクトネス版、についておしゃべりして、そのアフタートークですけれども、他の作品とかね、それからダーウィン事変自体も読んでない人いたらぜひということですね、はい、はい、それでは、本編の方もぜひお聞きください。